おはようございます。はい、今日はイブさんと僕、日向で2人でね、お送りするんですけど、ちょっとイブさんちょっと遅刻かな、多分。じゃあとりあえずタイトルコールエースを狙え。一人は初めてなんですけど、ちょっとこの時点でちょっと放送事故レベルなんですけどね、まさかの一人です、ね、ウケる。まあそうですよね、僕もちょっと今めちゃめちゃ緊張してて、ちょっと何喋ろうかなみたいな、そう、放送事故レベルなんで、ちょっと大丈夫ですよ、全然。一応今日はお客様感謝デーってことで、飲み放題イベントしてるんで、そうっす。昨日僕めちゃめちゃ酔ってて、最後の方記憶なくしちゃって、でもトイレでこもって、なんか気づいたら、汚い話なんですけど、まあ、ゲロまみれになっててもうやばかったっす、マジで。なんもう今日もう今めちゃめちゃ二日酔いで頭結構痛いんですけど、まあ、今日はお客様感謝デーってことで、僕もういっぱい飲むんで、俺お酒飲まないと全然喋れないんで、なんでいっぱい飲ましに来てください。カミカミ、僕お客様なんで、ちょっと仮説めちゃめちゃ悪いんですよ。ちょっと直したいんですよね。初回、まあ、よく初回に来たお客さんで、ええみたいな、よくあるんですよ、ね。そのお店ってやっぱ音楽でかいんで、よく聞こえづらいとか、え、何言ってんのみたいな。そうですね。今日も飲みますよ。日本語喋ってるんで、一応。たまに英語喋るかもしれない。ちょっとまあ朝一僕一人でちょっと何喋ろっかなって感じなんですけど、多分企画はイブさんがちょっと作ってきてくれてるんかなと思うんですけど、まさかの僕一人なんで、何しようみたいな。そうそう、めちゃめちゃ緊張してるっすよ。わかりますか、画面越しでも。企画そうっすね、俺イブさん任せっきりだったんで、よくあれなんですけど、昨日潰れちゃってて、もう何のことかも分かってないんで、ちょっと僕何喋ろうか分かんないし、めちゃめちゃ緊張して、滑舌もね、やばいんで、ちょっと元気出して頑張ります。イブさん早く来てほしいっす、マジで。一人じゃもう30分持たないかもしれない。もう完全なる始まってからの初放送事故、マジで。なんか多分僕このエースを狙え最多出演してるんじゃないですかね、自分で言うのはなんですけど、多分俺これで5回目、多分5回目っすね。だん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 ハードル上がってきてるって感じで、そうですね、まだ慣れないですね。今までやっぱ、まあ、雫さんとか、まあ、カンプの方とか、これ喋り慣れてる人がいたんで、それにちょっと僕付き添いみたいな感じなんだったんで、そうなんですけど、そうですね、楽にいきます。今日なんかありがたいですね、なんかこういうコメントしていただけると、マジで。もう今心臓バクバクっすよ、マジで。本当で、もう触ったらわかる。そうですね、盛り上げて、ちょっとお酒飲まないとね、俺やっていけないですマジで。せっかく止まってる方が怖い。コメントを拾っていきましょうかね、何か。あ、そういや、
あのお店ですか。お店めちゃめちゃ楽しいですよ。やっぱ働いてる方が楽しいんで、めちゃめちゃ楽しいんで、やっぱ来るお客さんも楽しんでいただけるかなとは思います。あと僕この前、先週やっと二十歳になってお酒飲めるようになったんで今まで最年少19歳で10代でやってて、やっぱお酒飲めなかったんで全然喋んなかったんですけど、やっぱお酒飲めるようになっても、ね、従業員の先輩方からもなんか、お前飲んだ方がいいよみたいなめちゃめちゃ言われて、お酒飲めるのめちゃめちゃ嬉しいですね。けど昨日初めてですね、お酒飲んで記憶がなくなったっていうのはマジでちょっと飲みたくないなーっていう気分もあるんですけど、やっぱね一応お仕事なんでね、初記憶飛ばし。そうです、これあの誕生日の日に一回潰れたんですよ、めちゃめちゃ飲んで。でその時は吐かなかったんですよね、なぜか。けど昨日はなんかポカリウォッカだったかを、なんかゾンビグラスこんぐらいのやつを2杯ぐらい飲んで、もうそれがねやばかったみたいです。二日酔いっすか。俺二日酔いあんまならない派なんですけど、今日二日酔いっすねそうっす、ポカリ割りめちゃめちゃやばいみたいですね。これ初めて飲んだんですけど、もうやばかったっすね。お酒ですか。僕はもうお子ちゃまなんでチューハイっすかねお店に置いてあるんだったらカロリーとかめちゃめちゃ好きっすね。カロリーのアロエヨーグルトめっちゃ好きっすね僕。どうっすね。まあ今日も多分吐くまで行くんかなとは思うんですけどね吸収が早い飲み物で割るのは自殺行為。まあそうっすねジュース、まあカロリーはジュースですね。よくジュースじゃんって。俺あんまビールがね飲めないんですよね。飲めるんですけどあんま美味しいと感じなくて。そう、なんかビールは最初の一杯だけはうわ美味しいって思うんですけど、なんかその後なんかいらないなーみたいな思っちゃったりして、なんかね大人の人はなんかビールは仕事は終わった、仕事終わった後のビールがめちゃめちゃうまいみたいな言うんですけど、僕まだそのビールの美味しさっていうのにまだ気づいてないんですかね。まだ舌がお子ちゃまなんですかね舌がお子ちゃま、これから多分30とかなってきたら美味しくなるんですかね。30、40とかお子様セットどうす、もう多分おっさんも50とかのおっさんになったらもうビールだけで生きていけるんじゃないかな。俺のお父さんとかめちゃめちゃビール大好きで、つかあの両親が両方お酒めちゃめちゃ強いんですよ。なのに俺はあんま強くない感じで、多分そのうち強くなるんですかね日本酒っすか。日本酒あんま飲まないですね僕。なんか昔っていう、まあ、その 2,3 日ぐらい前、まあプライベートで日本酒飲んでて、ちょっとなんかあんま美味しいなと思わなかったですね。焼酎も、あ、僕強烈苦手っすね。あ、イブさんが、おイブさんが、MC ひなたさんやっと救世主が、おはようございます。やっともう緊張でちょっと僕やばかったっす。慣れてきたやっともうでもちょっと一人で慣れてきたでしょ。そうですね、やっと俺はそれを分かってほしかったよ。あ、本当ですか。そう、それを計算して、この7分間はその時間だから。はい、ありがとうございます。成長のために、僕もその成長のために、おはようございます。おはようございます。おはようございます。これ今どこまでした。これタイトルコール、タイトルコールはした、しました。そうですね、タイトルコールしてよくできたねあ、一人で頑張ったらできた全然まだまだですね。褒められたら伸びるタイプです、どっちかっつったら。遅刻の理由はね、肩が痛かった。とりあえず肩が痛かった。おはようございます、みんな。まだ僕顔出来上がってないですけど、はい、まず本当に首と肩が痛すぎて平面はね、しないですよ。ストレートネック
グイだよグイ。あ、じゃあね、とりあえずみんなで乾杯しよう。あ、ごめんね、ありがとう。あ、全然お茶よかったですか。あ、いいよいいよ。何ウーロン茶なんか飲んでんだお前。はい、いただきます。どうも、いただきます。いただきます、はい、いただきます。へいへいへい、はい、この場を借りて謝罪していいですか。昨日は本当すいませんでした。いや大丈夫だ。昨日ね、ベロベロだったもんね。やばいっすよね。もうあの最近あの二十歳になって彼が、あ、そうす、でやっとお酒を飲めるようになったんですけど、あのやっぱこうすごいですよね。二十歳になったばっかりだとこうみんなに飲んで飲んでって言われるから。あ、そうです、結構言われですね。そう、昨日ねすごかったもん。もうトイレで潰れてて、俺何回か起こしに行ってて、やっと出たと思ったらトイレのドア開けた瞬間にそこの廊下にまた倒れて、で次メインのフロアで上半身脱いでずっとこう起きて倒れて起きて倒れてみたいな。そうやば、なんか気づいたらなんか皮むけてたり。そう、やばかった。俺首になんかなりたくないってさ。僕記憶全くないですよ昨日。いや本当に、いやもうやばかったよ昨日。そう、なんか帰ってから京さんにもなんか、うん、お前やばかったよみたいなめちゃめちゃ言われて爆笑されながら、昨日俺全然記憶なくて、なんかはっきり記憶が戻ったのがその時も寮のベッドにいたんです。あ、そうだ。はいはい、ってことでね。そういうことですね。死んでたもんな、昨日ずっとな。やばかったらしいっすな。うん、初めてでしたね、あそこまで行ったの。大変そうに連れて帰ってたよ。ああ、春が、うん、ほんと申し訳なかった。おはようございます。まだね、僕頭は起きてないですけど、ホスト楽しいですよ、そりゃ楽しいです。めちゃめちゃ楽しい、毎日楽しいですね。毎日楽しいですか。僕も毎日楽しいです。まだホスト始めて3ヶ月目ぐらいなんですけど、うん、毎日楽しく。でも今俺よりホストっぽいよ今、ほら。いやいやまだまだこれからなんで、部屋飯してバッチリしたら。俺まだ頭寝てるからちょっと若干目のんぱってんだよ俺。ちょっと寝なすぎて目がねいっちゃってるから。高卒でホスト始めたのかって。いや、高校卒業して1回地元の製造業に入って、で、まあ、高校生の時からホストしたいなと思って、でやっぱいいね、ホストしたすぎて昼職辞めていいね株式庁に飛び込んできました、3ヶ月前に。さすがっすね。地元は鳥取ですね。鳥取ですね。鳥取県。工場が工場が工場で働いた時はもう黒髪でもっとなんか地味な感じですね。今みたいに髪の毛明るくなかったですし。あ、そうです、鳥取砂丘。鳥取砂丘ぐらいしかねないんですけど、鳥取は。お願いします、皆さん。落ちてください。お経か。今日の企画はまだ発表してないよね。しないですね。イブさんが考えて。そうだよね。俺が考えてるよね。僕何も知らなかったんで。いや、そうなんだよ。今日の俺、ね、来る時に考えたんですよ。今日のあ。今日のね、企画はね、あれ歌えるよね、大丈夫。僕歌えますよ、めちゃめちゃ音痴ですけどね。あ、ほんと、じゃあ、いや、いいよ、じゃあ今日の企画に持ってこいよ。じゃあ今日の企画をね、発表します。はい、企画名は、タイミング、CM の後で。CM なんで。 CM の後で。
で。おはようございます。おはようございます。サオトメザスパイス日向の。いや、なんか美咲さんがいなくなったっていうか、うん、途中からサオトメザスパイス日向になってたんですよ。3回目ぐらいから、ね、びっくりして。あ、そうなの。誰と思ったの今。ちょっと待って、あのね、目の焦点が合わないわ、すごく。大丈夫ですか。多分大丈夫。はい、おはようございます。おはようございます。だんだんね、みんなのテンションも高まってきたところで、今日の企画を発表しましょう。はい、今日の企画はデレレレレレズッチャズッチャズッチャデデン。歌をうまく歌うコツ、イエーイ。はい、ということで、あのまあ聞く目はそんな感じで、あの、はい、結構ね、僕まあ5回連続予選敗退ながらにも、まあ、歌うま選手権にね、あの、まあ、出たことが あるんですけど、初耳。まあまあまあ、人並みよりちょっとうまいぐらい。いや、全然うまいっすよ。B の A みたいな感じなんですよ。僕が例えるなら、それが A の C かどっちかなんですけど、うん、歌をね、こううまく歌うコツっていうのをこう伝授してあげようと思って。そうですね、教えてほしいですね。そうです、ぜひ。ちょっと今何時？47分でしょ。47っす。じゃあ一回あれだもんね、普通に。でもあれだよな、これその上手くなったか上手くなってないかを分かるためには一遍普通の時を聞かなきゃいけないもんね。そうですね、最低2回ぐらい歌わないと、そのビフォーとアフターの。そうだね。じゃあちょっと、最初の1曲目の、はい、1曲目のサビ、あ、サビ？サビ？サビまで、1つ目のサビぐらいまでちょっと1回普通に歌って、はい、で、その後俺が伝授したやつで歌ってみたいな。ああ、それでいきましょう。はい、もうそれはもうお得意な曲でいいですよ。お得意でも、とりあえず俺がうまく教えるのはここに書いてる通り、声エロい系、もう俺はもうそれしか意識してないから、もうあのお得意とかないですけどね。まあ、とりあえずこの歌ならエロく歌えるんじゃないかな。でもバラードとかはね、もう特にバラード僕教えやすいですよ。そう。カナデとかいいんじゃない？分からないです。分からんの？カナデ。ちょ、めちゃくちゃラフじゃないですか。でもね、ちょっと最近ね、服が韓流系っぽくなりつつあって、ちょっとほら、イブさんらしからぬ。そうですね、イブさんらしからぬだよね、これね。ちょっとこれ攻めすぎたかな、縛ったこれもしかして。いや、全然大丈夫。全然ほら、遅いっすね。これジャージみたいなやつ、スウェーパンっすか。え、違うよ。でもこれちゃんとスラックスなんだよ、これ。あー、すいません、なんかわざわざ。おぉ、大きくしてもらって。あ、歌でもいいですか。え、あ、いいよ、いいじゃん。あ、これもかわいい、かわいい、本当にありがとうございます。これ、予約、いいですか。あ、いいっすよ。はいはい。じゃ、とりあえず一回普通にね、歌ってもらいたいと思います。はいはい、一回普通に歌ってみ。普通に、うん。最初がめちゃめちゃ落ちてる。最初から。サビ今ですね。はい、まあひどかったら途中で止めるかも。ねえ、大好きな君へ、笑わないで聞いてくれ。愛してるだなんて臭いけどね。だけどもう言葉以外伝えることができない。ほらね、またバカにして笑った。
かしい。これどっち押してもあれなの。ああなんかね、はい、ちなみに最低はね、今のところ何点だったか。80だな。めちゃめちゃ高い。優しい。優しすぎる。ジョイサウンド優しい。ジョイサウンド優しいです。気使ってくれてるっすね。87か。ちなみに、あの僕も歌うま選手権出るとき、だいたい87点。大丈夫よ、これ。企画だよ、これ。ワンフレーズ。企画大丈夫ですか、これ。これで下がっちゃったら、やばいっすよ、マジで。まあまあ、じゃあね、とりあえずこう、俺はね、教えれることはですね、はい、まあ、ただ、今でさえ、別に下手ではない。下手ではない。そうっすか。下手ではない。はい。ただ、そこをもうちょっとこうね、まだ伸びしろがあるっす。マジっすか。そう、伸びしろがある。まずですね、はい、こう、俺がいつも意識するのは、もうとりあえず一言、フェラされてると思って歌う。、うん、ちょっと気持ちよさそうになる。そう、ちょっと気持ちよ。本当にでも俺マジでこれずっと意識してるんですよ、俺。歌うときちょっと俺今フェラされてるわみたいな気持ちでちょっと歌うと、はい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 、おーおーみたいなね、尺八ボイスっていうね。いやでも本当にでもこれそうなんです。これを意識するだけでちょっとね、声がね、良くなる。そう、その入りをですか。はい、もう入りからで、入りからってか、まあね、もうとりあえず酔いしれることだよね、自分に。あ、自分に。もう自分はエロのスープに浸ってると思う。思ってる。了解。日向は今いい、はい、もう日向は今もうエロのスープに浸ってるから、もうひたひたっす。ひたひたのもう、はい、エロの漬物だと思って。了解です。それでもうエロくなったつもりで歌って。、はい、でね、あとここ力強いとこだなみたいな感じの思ったところ、お尻の穴キュッとすればいい。あ、ちょっとキュッと。キュッと、はい、まあ、じゃあとりあえず、はい、とりあえずエロ。エロ。とりあえずエロ。エロく。とりあえずフェラ。じゃあそんな感じで、もう一回ね。もう一回。うん。頼むよ。87以上。そう。エロの。まあ、イブさんもタイミングで。どっか伸びるのか、伸びないのか。そういう気持ちになって。歌もね、物語ですから。ああ、こうちゃんとこう波をつけて。ねえ大好きな君へ、笑わないで聞いてくれ。愛してるだなんて臭いけどね。だけどこの言葉以外伝えることができない。ほらね、またバカにして笑ったよね。君の感じある。ちょっと甘い感じ、なんか、あ、そうそう、甘い感じになる。甘さが出るでしょ。そうそうそう、そこなんですよ、このエロのスープに浸るっていうのは。あれあれ。あれ、1点下がったよ。1点下がった。やばいやばいやばい。多分ちょっと笑っちゃったと思った。いや、マジでね、そのまだちょっと
エロの気持ちを解き放ってってないなと思ったから俺はこう解き放てるようにこうちょっと触っててあげたんだけど、そうですね、なかなか日向童貞みたいな反応するからさあ頼むよ日向、頑張って童貞卒業しますそうだね、童貞卒業します、卒業しようか、卒業しますDTDT イブさん歌いますか。じゃあイブさんちょっと先生から先生のお手本を。でも俺もマジで本当に最近ね声ガラガラだからさ、もうっていう保険を貼っといて、はい、先生の歌声はどのような感じなの。これを見てね僕も勉強したいと思う。俺のエロのスープを吸ってみ、かなでです、かなで。もうこれとか分かりやすい、エロが、はい、ああバラード系の方が歌う前にこれやるといいよ、あとルルルルってやるといい。それ独学ですか。なんか聞いた聞いたな1分前、サビまで持ってきますかね。あの8月21日月曜日、お客様感謝の今日や、今日飲み放題です。お願いします、今日飲み放題です。ぜひ足りないなとか飲みたいな思ったらエレノエースまで、お願いします。ラストです、ラスト本日は、高峰イグとね、サオ、ひなたがね、今日はお送りしました。30秒前、ちょっと待って、これ電話来ました。解説の